タートしました。まず先行争いに入っていきます。まだ広がっていますが、最初の4コーナーに向かって内から3番ムーンプライドが行きました。さらに1番のゴールデンパンジーも前に行って、正面スタンド前に各馬がやってまいります。3番のムーンプライド、そして1番ゴールデンパンジー、さがなく外7番のバルクと続いていきました。その後ろに6番のパワフルビクトリー、あとは4番クールドール、10番サイレントエクセル、インコースに2番のエピソード続きました。中段からキヨシンピア、さらに12番のブルースカイローズが続いていきます。第1コーナーのカーブに入りました。あとは9番のマジックルーラが後方から3投目、モエレタキシード、最後方から三木高手、各馬第1コーナーから第2コーナーに向かっていきます。3番ムーンプライドリード3馬身取って向こう上面に入っていきました。2番手には1番のゴールデンパンチ、3番手に4番のバルキが続いて向こう上面直線コースに入っています。各馬左手に桜並木を見ながら3コーナーに向かっていきます。あと4番手には6番のパワフルビクトリー、後ろ3馬身相手サイレントエクセルに3馬身差、エピソード、さらにはキヨシンピア、ブルースカイローズ、ボエレタキシードが動いていって、マジックルーラー、さらにミス北風が続いて、クールドールが最後方に変わっています。第3コーナーのカーブに入っていきました。早くもここで1番ゴールデンパンジーが先頭に立っていく。体半分のリードを取って今400を切りました。2番手はバルクと3番のムーンプライドが並んでいる。さらにはサイレントエクセル、今3番手まで上がっていきました。その後にはキヨシンピア、5枠の2頭、今モエレタキシード、パワフルビクトリーが続いて第4コーナーが直線に向いています。1番のゴールデンパンジーが1馬身ぐらいのリード、サイレントエクセルを懸命に鞭を振るって、6番のバルク、あるいはモエレタキシードが追ってきますが、先頭は1番のゴールデンパンジー、ゴールデンパンジーに10番サイレントエクセルが差を詰める。サイレントエクセルかゴールデンパンジーか、サイレントエクセル差し切ってゴール、サイレントエクセル差し切りました。ゴールデンパンジー2着、その後に5番モエレタキシードか8番キヨシンピアか、その後にバルキが続いています。